最初から見ていたなら僕の符を弁償してくれたっていいんじゃないかな。今回の件であちらに貸しができたんだろう。これで四谷様があいつらにしばらくは偉そうにできるって寸法さ。気分いい。こら、そのような軽いものではないだろうに。まあ今回のことは確かに有利に働くが。ほらやっぱり。じゃあ僕に負の損失を補うくらいに何かくれたっていいじゃないか。そうだな。今回はお前に助けられたやもしれない。後日何か届けさせよう。本当だね。お前に嘘はつかない。おい、バサラ。って、買い物行ってたか。仕方ない。おや、珍しい。四谷様からの見舞いの品ゆえ。これをお渡しするようにと。開けても？無論。ありがとう。君たちの羽織様はよくわかってるね。あいつ、もう一回襲ってきてくれないかな。そしたら次は、ベーコンとかご当地ラーメンとかでもいいな。って言ってました。補填にいい品物をあげすぎて、また喧嘩を仕掛けちゃうんじゃないですか？喜ばせてしまったか。
はい、とても。頑張って見回りをしますので、あまりお気に病みませんよ。うん、すまないね。気持ちいいな。誰かいる。あの道の向こう、角。放っておいても害はないか。相手は見つけた怨霊の顔。あれ、四ツ谷。
奇遇だな。僕もこんなところで会うとは思ってなかったよ。どうしてここに？さっきの霊が逃げたのは君のせいなのかい？質問が多いな。それにここは暑い。まるでフリーフォールかジェットコースターに乗せられた気分だよ。動きは逆だ。そういう問題じゃない。苦手だったか。すまないな。だがほら、視線を遠くに流してみろ。美しいぞ。すごい景色だな。好きなのか？そうだな。日々変化する景色は見ていて飽きないし、何より美しい。それにしてもよく見つけたね。あんな弱い霊と子供は気にしていないとわからなかっただろ。よくあるケースだ。それにしてもこの夜景よりも仕事の話か。そんなんじゃない。このところ新宿が少し騒がしいだろう。だから様子をこうして見ているのだよ。そんなことは従属にさせて、羽織役は椅子に座っているものだと思っていたけれどね。あの二人は？あれらも見回りだよ。今日は少し広範囲を頼んでしまっていてね。そう。僕が、じゃあ危ない目に遭っていたら、ああして助けてくれるのかな？私が手を出す必要があればね。
わかったよ。今度面倒な手合いがいたら、空を見上げることにするさ。私がいる時にしてくれるかな。それに、お前に貸しになるがいいのだろうか。おや、僕は守るべき新宿の中に入れてもらえないのかい？何よりそういう対象がいた方が、ただ見回るより刺激的でいいじゃないか。刺激的か。確かにそうとも言える。いつの間にこの口は達者になったのやら。暇な見回りなんだろう。刺激をあげるんだから感謝してほしいね。刺激か。四つよ。刺激ならこのような方が。なんだ、高い場所は恐ろしいか。人間なら誰でもそうだと思うね。刺激があっていいだろう。随分と性格が。性格が悪いぞ、四ツ谷。刺激だよ、天元地橋。これのどちらもね。ほら、こんな風に。あの二人が戻ってくるまでのこと、ほら、楽しもうではないか。本当に羽織様は意地悪だな。
今更だ。ちなみにもっと泣いている方が好ましいな。まだ何かするつもりか。こんなに可愛らしいお前を見られるとは思っていなくてね。いい場所だよここは。最低だな。だからやめ。あの二人に早く会いたいと思うなんて初めてだよ。それはよかった。その調子で仲良くしてやってくれ。うん。この鬼畜。うん、褒め言葉と受け取っておくよ。うん、右京、左京、早く来い。後で仕返ししてやるからな。それは楽しみだ。さあ、楽しもうか。